ちむどんどん。あのね、ほら、旅館とかさ、ホテルで浴衣が出るじゃない。でもさ、私おデブさんだから、この身幅がね、なかなかね、こう合わなくて。だから、自分の浴衣からね、ジンベエを作っちゃった。でもね、ジンベエでも普通だったらね、本来はね、ジンベエ作るときに、こうやってやって、ここで縛らなくちゃいけないんだけれど、それもきつい。だからここを、まあゆったりとね、ここにしちゃいました。浴衣からね、袖をバッサリ、こんな感じです。ズボンで、あまり布もあったんで、バッグも作っちゃいました。この柄も素敵でしょ？なかなか。ね、いいですわよね。これズボンね、ズボンの丈です。これがね、青梅の花火大会に来て、太ってるとさ、この身幅がね、なかなかね、難しいですよね。簡単にね、簡単によ、ちょっと作り方を。洋裁やってる人から見たらね、なんでこんな縫い方すんの？なんですごいもう、アバウトと思われるかもしれないけれど、まあ、簡単に、ちょっとこうやって作ったのよっていうのを出したいと思います。今日はね、久しぶり、骨折してから久しぶり、爪やっちゃった。なかなか。ではでは。もうね、洋裁やってる人はね、そんな作り方をしてって思われちゃうかもしれないけれど、気にしないでください。もうすごいよ。ザクザク切り、バシャバシャ脱いで。じゃあ、2枚もね、作り始めちゃいます。まあ、初めはね、もう裁断から。裁断をしちゃいます。すぐにね、なんかするとね、邪魔する猫がこういう風にいるわけ。ほらね、ちょっとやめて、これから作るんだから。やめてくれる？邪魔するの。やめてくれる？邪魔するの。ね、だいたい着てみてね、私はお尻が隠れる位置。ここの辺の位置でザクザクっと切ってしまいます。全然ね、待ち針1本つけただけ。で、もう、この辺から、ざっくりざっくりいっちゃいます。ー、ざっくりざっくり、大体まっすぐ。こんなのね、後で裾を縫うときに、まっすぐ合わせちゃえばいいのよ。で、まっすぐまっすぐ切っちゃいます。本当はね、4枚重ねで切っちゃおうかなと思ったんだけど、それじゃいくらズボラじゃない？だからやめた。はい、こっちね、切っちゃいました。それから反対。ちょっと足気にしないでね。はい。はい、切っちゃいました。こっちが、こうね、上着です。こっちが上着です。こっちが上着になります。で、ザクッと切っちゃいます。袖ね。袖もね、袖です。本当はセンチとかいろいろあるんだけど、まためんどくさいじゃないってやつで、これね、ここバッサリ切っちゃおうかなと思います。この袖口をね、小さくしましょうっていうのもあるんだけど、私はもうそんな面倒なことはしません。ここをこうやってやって、これをね、もうまっすぐにジョキジョキって切っちゃいます。ジョキジョキー。片方の袖ね。よいしょ。で、この袖の残りはね、紐とか、あとね、ズボンのね、下のところね、それに使うから。ね、どうせね、自分で着るんだからさ、適当でいいのよ、適当で。もうね、適当っていうの好き。こんな本来だったらさ、こういうさ、しわしわなのをね、アイロンをきちっとかけてやるのが裁縫なんだけど、そういうこと一切しないという、私でございますの。適当適当、まっすぐ。まっすぐ、まっすぐ、まっすぐ。もうね、チャコも引かないとかすごいよね。自分でもすごいと思う。すごい、すごい。切ったー！こんな感じよ。こんな感じ。この丈はね、このね、ここの丈は別に好きでいいの、自分の。私はお尻が隠れるような感じにしたいから、ちょっとこのぐらいの長さにします。この下の部分はズボンになります。
切ったね、これはズボンになりますんで、こちらね、こちらズボンになります。で今回は2枚作りたいんで、もうね、いっぺんに同じ行動した方が効率がいいんですね。ということで、もう一個の黄色の方もやっちゃいます。さっきね、1枚ずつ切ったでしょ。でもね、やっぱり思った、もうね、2枚いっぺんに切っちゃった方が楽。2枚いっぺんに切っちゃおう。とね、適当にね、この辺とかも、これこのね、こっちの方が、こっちの方がね、あのね、丈が長かった。大体さ、ほら、ここは絶対合わせてるから、ここに合わせてこうやってね、いや、ね、失敗してもいいのよ、どうせ自分のなんだからさ、失敗してもいいの。あの人失敗したのねなんて見る人はあまりいない。だって分かんないじゃん、失敗した。こうね、こうね、こうね、ここでこうやっていっちゃうよ。ここで、ここからね、バシャ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 ってこうやって切っちゃいます。いきます。じゃん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 、じゃじゃじゃん、ここね、いくよ、あんな感じね。よし、あとでね、縫う時にこうね、合わせちゃえばいいから。まっすぐじゃないかもしれない、まっすぐじゃないかもしれないけど切っちゃう。ここでさ、袖を中に入れてさ、袖を切っちゃダメよ、絶対に。浅い。切っちゃいました。はい。さっき言ったように、これはズボンなのね。そいで、こっちね。で、さっきのように、お袖を切っちゃいます。そしたらね、お股の下のところを、さすがにこれはね、私でもチャックを引くんだ。うちは18でしょ。本当はさ、こんな風にね、表にチャコなんて敷いちゃいけないのよ。大体裏でやるんだよ、本当はね。でもさ、そんなのいいの。どうせ見えないんだし。どうせ見えないのよ。だから、表に引いちゃう。これはね、本来だったらよ、要塞やる人はね、あの、地の目線とか考えて、それで、お股の下とかをね、考えなくちゃいけないの。本当はよ。本来はよ。本来は。でもさ、そんなこと考えないの、私。いいの。布地だ。地の目線考えません。で、適当、18センチね。18センチ。18センチ。なんでさ、地の目線とか考えるかっていうとさ、あの、布地の伸びとか考えるんだけど、そんなの考えないの、私。もういいの。ズボンの下があればいいの。そしたらこれ1枚よ。これは2枚切っちゃいけないのよ。1枚だからね。1枚よ。1枚を18センチで、1枚だけ切ります。これで、お股の下の18センチの布地ができたの。これは本来ね。そしたらば、そうね。これはね、全部ここに縁かがりをして、それから、どうしようかな。まあね、ガイドラインっていうのもないんだけどな。いつも適当だから。ガイドライン引いても絶対に適当に縫うからいいや。まあね、ちょっとね、引きたいわって人はね、ここで。1センチの。ここからね、1センチで、だいたいね、縫っていってほしいの。まあ、私はいいよ、適当で。でも、あの、適当じゃないわって、ほらね、もうね、適当でしょ？ここから1センチぐらいの四角、こうやって、やって。もうね、股の下なんてね、見る人いないんだから。ね、股の下はどういう風に縫ったの？なんて見る人がいたら、逆に気持ち悪いわよね。だから適当でいいのよ、適当で、適当ですよ。こうやって邪魔してね、これからこの袖の下でのね、袖の下にね、
これで紐を作りたいのよ。ちょっとおどき。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 おどきなさい。ほら、引っかかっちゃった。はい。そしたらね、この余ってる布ありますでしょ？これで4本の紐をね、作りたいんです。4本の紐です。これですね。4本の紐はどうするかっていうと、よいしょ。そうね。そうね。めんどくさい人はここも使っちゃうかな。そしたらさ、こうやってやって、中で折れて、こっちで折れて、こうやってなるから、どうしようかな。でも熱くなっちゃうしな。ちょっと待ってね。6センチにして、中々にして、こうやって入れて、こっちで入れて、まあ、いいか。じゃあ6センチです。紐を4本作ります。とりあえず4本。うんね、すべてにおいてね、きちんとしてる人とかいるじゃない？でもね、今ね、きちんとしてない。まさに適当。だけど、一応ね、ほら、でも偉いですよ。こうやってチャコ引いてるんだもん。偉いわ。よいしょ。ちょっとこんな感じで6センチのを、ここね、ほどいてもいいんだけど、もうね、ほどくのもめんどくさいっていう人だから、もうほどかないの。切っちゃうの。さようなら。バシャ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 。切っちゃうと、ね、ほら、2本になったでしょ？ 2 本。これを、もう2本、6センチで、切ってほしい、切ってくださいませ。すごい適当ね。すごい適当な切り方。でも4本。はい。4本できました。これが紐になりますんで、紐ですね。これね、ズボンのね、真ん中なんだけれど、これね、真ん中ね、ズボン、これズボン作る時の両端の真ん中。この真ん中って、ここね、これほどいてもいいんだけれど、ほどくのもめんどくさいっていう私はですね、どうせね、幅は広いんだから、もうね、ほどかないで、切っちゃう。切り進めていってしまうのであった。はい。こっちもね、もうね、ほどいてもいいのよ、別に。ほどいてもいいんだけど、ほどくのがめんどくさいから。はい。切れたらば、ズボンね、前と後ろと、前できたわけ。これをね、まあ、どっちを前にするかって別に好きでいいんだけどね。だから、ここの下のところは、もう縫わなくてもいいでしょ？こうだから。だからこうやってやって、こうやって縫って、こうね、こうでしょ。これもいらないから切っちゃう。何でも切っちゃう。そこの紐を持ってた猫さん。あの紐持ってってる猫さん。持ってってください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 。いやいやいや。にゃんじゃ。にゃんじゃ。邪魔ばかりしている猫め。にゃんじゃ。ほう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 。ほんと邪魔ばかりしてるから猫。はい。はい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 。遊んでる暇はない。遊んでる暇はない。遊んでる暇はない。って言って遊んでんじゃん。またこうやってさ、遊ぶんだな。うん、にゃんこは。にゃんこは遊びます。遊びます。あのね、このほら2匹猫がいるんだけど、私爪切りできないのよ、猫のね。それでホームセンターで爪切りをやってもらうんだけど、ルビちゃん500円なの。そしたらね、夏はね、もうね、予約で満杯なんだって。おおお、立った。予約で満杯で、それでね、8月の23日しか空いてませんって言われてね、8月の23日に2匹連れてくるの。あらすごい、あらすごい、あらすごい。もういい、家遊ぶの。ちょっと私ね、お蕎麦食べたいんですよね。だからもうね、遊ぶのをやめたいんですけど、いいでしょうか。これさ、これちょっとうまく使ってさ、あのバッグ作ろうと思うんだけど、バッ
の紐にしようかな。どう？いいんじゃないこれ。あ、いいかもしれない。間入るのかな。あー、ちょっと考えよう、これ。ほら、バッグの紐にどう？チュってやってさ、こうやってチュってやって、ヒュイってやって。あー、いいかもしれない。ちょっとこっち立ち切りになっちゃってるけど、そういうの気にしなければ。あ、だってこれ裏じゃん。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 これはダメだね。いくらなんだって裏だもんね。裏はいくらだばアバウトな私でも使えないよね。本当だよね。そうだよね。いくら私でもアバウトな私でも使えないって分かってる。お蕎麦食べるのよ、これから私は。お蕎麦を食べるの。はい、さようなら。私はね、仮縫いとかは一切しない。で、どうするかっていうと、ミニアイロンです。ね、アイロンをかけて、ちょっとだけね、ここは考えなくちゃいけないよね。ここはね、ちょっとこの辺まで届いちゃって、このね、ちっちゃいアイロンは、縫い代を割るときにね、割と便利なの。そんなに高くないし、高くないんだよ。大きいアイロンでも別に構わないんだけどね。こうやって全部、もう仮縫いしないからね。ピン止めよ、ピン止め。すごいなぁ。これでもう全部縫っちゃう。と、それから紐なんだけど、紐はね、こうやってね、まずはアイロンで真ん中をかけるでしょ。真ん中をかけて、真ん中をかけてね。それでこれをね、こういうふうにまたこのこうやってアイロンをかけて、でね、こっちもアイロンをかけて、それでね、ここをこうやって折って、こうね、でまたアイロンをかけて、で紐がこうやってできるでしょ。でね、本来ならここで仮縫いをするんだけど、それもめんどくさいんで、もうピン止め、ピン止めでこの辺の位置をね、ミシンで縫ってしまう。これを4本作ります。今回は水色と黄色いね、浴衣なんだけれど、糸のとっかりがめんどくさいから全部白で縫っちゃおうかなと思ってます。だから白を準備してます。黄色もちゃんと持ってるんですよ。でも黄色持ってるんだけど白でやっちゃいます。だって変えるのめんどくさいじゃない。ではね、裾を縫います。はい、裾が縫い上がりました。両方ともね、裾が縫い上がりました。立ち目がかりをします。さっきのね、ズボンの下のところ、そしたらば袖のところのもうかがっちゃいたいのよね。はい、次はね、このね、すごい紐、これを縫っておこうと思います。
もしかしたらね、私はね、太っちょちゃんだから、紐は2本でもいいかもしれない。袖を縫います。だいたい1センチぐらいでいいと。さて、ズボンを縫います。ズボンなんだけど、ちょっとすごい悩んだの。でね、とりあえずは、ここからね、ここから、28センチしようかなと思って。28センチ。でね、私ね、ゴム入れるの苦手なのよ。だから、ここ5センチ取って、5センチのところから28センチ、こっから28センチね。5センチのところから28センチのところまで、じゃ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 って縫うの。それで、ここね、ほら、この四角い布地あったじゃないですか。この布地のね、まずはね、この先っぽと、こっち側ね、股の下のところ、ここを合わせて、まず縫っちゃいます。はい、股の下ね。まずね、ここからピヤ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 って縫って、それからまたここからピヤ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 って縫ったの。間違ってもね、こういう風に縫わない方がいいよ。こういう風に縫っちゃうと、ここで穴が開いちゃうから。じゃあね、今度は半角の股下が縫えました。これでズボンのね、横のところを縫って、このゴム入れるところを縫って、完了です。YouTube で作り方をですね、撮影するのって難しいなと思いました。でもね、もう自分が着るんだから適当でいいんですよ、適当で。ちょっとね、まだ浴衣もあるし、着物もあるし、またちょっとリフォームして、ジンベエじゃなくて違うもの作ってみようかなと思います。